ばあちゃん、もう私限界かもしれない。もう動画が伸び悩んでるの。一体どうしたらいいんでしょう、私は。おやおや、この声はおばあちゃん。お主今夢を見とるの？え、これ夢？方向性に迷った時は一度初心に帰るのじゃ。初心忘れるべからずじゃ。なるほど、そういうことか。ありがとうおばあちゃん。おばあちゃん、わかりました、やってみます。はい、今日もサイコロ一日にしやす。ケピー、イキキーのキー、はいはいはい。あれ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 、ゆかり飲んでなくない？ウォウォ、This is a book。 これは本です。皆さん、おはようございます。皆さん、今日も朝お早いですね。人を操る禁断の文章術、こちら読んでいきたいと思います。はい、今回印象に残った言葉がこちら。人を動かすのは論理ではなく感情。曇ってますね。私の名はセル、人造人間だ。ブラー、情熱の朝シャワー、朝食作るやん。オートミール、結構が豆乳を投入と。回り回ってさ、今重なり合った未来、サバイバー。はい、こちら明治のチョコレート。バナナならばどれほど良かったでしょう、未だにバナナのことを夢に見る。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。初手ベーコンエッグですね。そして鮭です。そしてオートミールですね。ベーコンの味噌スープです。今日朝大きな地震あったんですけど、皆さん大丈夫でした？緊急地震速報が鳴ってびっくりしちゃいました。特に千葉県民の方、大丈夫でしたか？地震には十分注意してくださいね。ごちそうさまでした。昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。はい、ということで筋トレのお時間です。と、筋トレやっていきましょう。はい、皆さんお疲れ様です。今日も暑いですね。今日はパルテのブルーベリーソース味。梅雨って感じですね。早く開けてほしいです。はい、ということで大好評アニソントレソジロコのあアニメスラムダンクより世界が終わるまでは。大都会に僕はもう一人で、互いの全てを知り尽くすまでが愛ならば、いっそ永遠に眠ろうか。世界が終わるまでは離れることもない。いい曲ですよね。はい、ということでガチャタイムのコーナーなんですけども、今日もこちらドッカンバトル。あ、ベジータ来ました。お前がナンバーワンだ。いただきました。あらー、あらー、ブルー、当たったのは誰だ？笑いをベジータ。はい、今日サンドイッチ作っていきたいと思います。この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。サンドイッチ作ってみました。いかがでしょうか？サンドイッチです。今回は中にローストビーフ入れてみました。じゃあ早速いただきます。これサブウェイ廃業まで持ってけますね。いや、勝ちました。なんかサブウェイさんのことを廃業まで追い込んでほしいって人があまりにも多くて。みんなサブウェイさんに何の恨みがあるんですか？私はね、サブウェイさんのこと好きですよ。超有名サンドイッチチェーン店ということで、いつもお世話になってます。まあ、私人生で一回も行ったことないんですけどね。サンドイッチ屋に行こうっていう思考にならなくて。別にサブウェイさんのこと悪く言ってるわけじゃないですよ。私の好みの問題ですからね。
将来的に私がサブウェイの経営者になるっていう可能性も考えられますよね。その場合は定番商品をサンドイッチじゃなくてハンバーガーにしようと思ってます。マシュマの話ですからね。マシュマボックス、今度カラバンお願いします。サブウェイさん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまのお時刻1時ですね。諦めたらそこで昼寝終了ですよ。世界が終わるまでは離れることもない。おやすみなさい。よろしくお願いします。なるほど、じゃあ私はプロタンを目指せばいいということですね。はい、ということで3時の完食のお時間ですね。今日はこちら、最近流行りの板チョコアイス。こちらちなみに視聴者さんリクエストです。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。なにこれ、ベルギーチョコの香り高く奥深い味わいがたまらないんです。と思いっきりかじってみますね。あんだー、パキッとした食感と滑らかな口どけがたまらないんですけど。ごちそうさでした。はい、コロちゃん、今日も散歩行きますよ。コロちゃん、私さ、ミーティングしてたら疲れちゃった。今日も雨上がりだからゆっくりでお願いね、コロちゃん。コロちゃん。軽快な足取りとはこのことでしょうか、コロ選手。コロちゃん、今日もお疲れ様ね。でさ、コロちゃんの走り歩き。はい、ということで今日の感想なんですけども、今日の編集してみて思ったのが、やっぱ BGM そんないらないかなって思いました。ちょっと動画に変化させるってことにとらわれすぎて BGM いっぱいつけちゃってたんですけど、逆にない方がシュールさが前面に出て面白いかなって思いました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。そうじゃ、今のお主に必要なのは変化じゃない、進歩じゃ。おばあちゃん、はい。くっそ、もう一度解きます。チャンネル登録よろしくお願いします。